続いてこの時間は本日のデリバティブのコーナーです。ゲストの方にお電話でお話を伺っていきます。みずほ証券マーケットストラテジスト、日本テクニカルアナリスト協会副理事長、中村克彦さんです。中村さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。どうも、こちらこそよろしくお願いいたします。こちらのコーナーは、本日のデリバティブということになりますが、今日はどういうお話をいただけますでしょうか。そうですね、今も解説いただいた、日経のボラテリティインデックスとかあるんですが、今日は3つですね、まずは信用取引の、倍率とですね、貸借倍率と改ざんの推移を過去と比べてですね、今現在の位置を確認しつつ、今年のこの日経平均のボラテリティインデックスの水準感を確認し、あとは225のですね、日経225のオプション、これのコールプットのちょっとばらつきを確認して、今後の見通しを探っていきたいと思います。はい、承知しました。では早速、まずこの信用取引のところがパートからですが、こちら、はい、資料用意ご用意いただきました。はい、1ページ目を、ご覧いただければと思います。はい、やはり現物取引も、もちろん、ベースにあるわけなんですけども、仮需と言われるですね、この信用取引、特にちょっと日本は6ヶ月の期日があるだけにですね、この取り組みも、非常に注目しておきたい数値かと思われます。はい、そんな中でですね、2001年から14、15年間ぐらいのデータをグラフにお示ししてます。最近投資を始めた方であると、東証名称の信用の倍率が2倍割れてたり1倍割れてたのご存知じゃないかと思うんですけど、はい、実は左の方のですね、米金融危機とお示ししたところは、実は取り組みが2市場全体で1倍を割れてました。要するに売り長と言われる、空売りの方が改ざんよりも多いという状況になってました。すなわち、相場でいくと大底圏になるわけなんですけども、米金融危機のその後を見ていただくと、日経平均が1万円割れから1万6000円まで上がっていく過程で、どんどん改ざんが積み上がるわけなんですけど、はい、2013年の、4月に、日銀の異次元緩和、金融緩和が、実施されました。日経平均は1万円割れから1万6000円まで、急伸していきましたんですが、取り組み倍率見ると7倍まで跳ね上がってますね。はい、でその後ですね、2020年の、コロナ危機、その手前からなんですが、2倍台の水準前後ぐらいまで、取り組みが落ち着いてはいたんですけども、その後ですね、この4年間、アメリカの財政出動とともにアメリカ株も上がり、日本株も、2012年13年以降のアベノミクスの金融緩和、円安も相まってですね、今年の7月が実は8倍の後半まで、買い長になっていたということですね。はい、これ週次ベースでお見せしておりますけども、やっぱり10年単位とか15年20年単位で見ていただくと、何が異常値なのか行き過ぎているのかというのが、このちょっと今日お示ししているのがざっくりとしたレベル感でございますけども、赤いラインと青いライン、要するに、取り組みが2倍前後の時がマーケットのボトムゾーンでございまして、はい、やはり6倍を超えてるっていうのは、もうそもそもかなり、相場が上昇したり、高値圏にある、天井圏にあるということを認識しつつですね、11月22日の先週の金曜日の時点で、依然として2市場のこの信用倍率が6倍の半ばということなんですね。はい、ですので、青色の矢印を上下に入れておりますけども、要するに拮抗しているのか、買い長でちょっとこの緩んで緩慢な状態にあるのかということをざっくりちょっと、局面を分けると、
8倍から下がったものの、まだ買い長の緩慢状態で、戻れば売り足しの、改ざんの決済に伴う戻り圧力が相当強いんだなということは認識しておきたいと思います。で、2ページをご覧ください、はい。要するにほぼほぼ6倍近い改ざんの、絶対値、絶対額ですね、絶対水準も覚えておきたいと思います。これも、2001年以降お取りしております。はい、チャートの中のですね、ちょっと文字を追っていただければと思うんですけど、2006年の、初頭にですね、旧ライブドアショックと言われまして、ありましたね。当時は世間でデイトレーダーという言葉がですね、今のロビンフッターではなくてですね、デイトレードという言葉がこう世の中に浸透して、結構激しく売買されている個人投資家さんもいらっしゃったんですけども、米金融危機で結局この改ざんの絶対水準は6兆手前から2兆下回ります。先ほどの信用の取り組みが1倍割れたところですね、はい。やはり期日もありますし、証拠金に対しての追証とかもありますので、やっぱり積み上がりすぎたら、やっぱり一度積み上がった積み木が倒れているということがご理解いただけるかと思います。で、コロナ危機の時に、信用残が 2兆円を下回ってました。で、実は4兆円というのはですね、ライブドアショック以降なかなか超えなかった水準なんですけども、本当ですね、今年の7月にやはり、今年日経平均は3万3400円台から半年で一本上昇で9000ぐらい上がりましたので、25、6% 年初来で上がったんですけども、皆さん含み益も実現益も取りながらリスク許容度が高まるわけですね。それで改ざんがたまって、実は、2006年以来となる5兆円手前、6兆5兆という数字が、平時なのか有事なのかというと、ちょっと異常値に近いぐらい残が、増えていると。ただもちろん東証プライムの時価総額ベースで見れば、今900兆円ぐらいある時価総額に対して5兆円ってそんなに多くないねっていう見方もあるんですけども、はい、いかんせん6ヶ月の期日がございますので、ある程度短期での売買をベースとして見ていくと、足元11月22日の時点で今もなおまだ 4.2 兆円と、実は一度4兆円を、夏の急落の時に残高が1兆円ぐらい、縮小したんですが、また今この3万8000、9000でもみ合っている中で若干増えて4兆2000億台と、この信用残のレベル感をさっきの、取り組みの2倍6倍という水準から入れると、この2兆4兆という一つの水準で、ボトムゾーンもしくはトップのエリアがちょっと見えるのかなと。今日は今、キーナンバーが2になってるんですけど、取り組み2倍、改ざん2兆ということで3ページをご覧いただきたいんですけども、はい、3つ目のキーナンバーの2は、ボラテリティインデックスの20ですね、赤いラインですね。よく見ていただくと、やっぱり、これはS&P500 指数から弾くニューヨークのビックスともほぼ準ずるような動きになっているんですが、8月の急落局面で日経平均が4万2000台から3万1000台まで急落いたしましたけども、これは終値ベース取ってますんで、一時この日経平均 VI も85ぐらいまで跳ねて、実際終値ベースは70なんですけども、やはりこれぐらい、やっぱり40超えたところからマーケットはちょっと、V 字型のボトムを打つかどうか、当時の4000安の中ではなかなか想定しづらいんですが、未来永劫 VI が40、50、60を続けるということは極めて低いなという冷静な判断も見ながらですね、はい、年前半後半で分けると、お示ししているように新NISA開始とともにですね、日経平均は4万2000円まで3万3400円台から9000円近く上がるんですけども、上げ相場の時にビックスがだいたい20を下回ってて、要は安定しているように見えるんですが、逆に言うと、ボラティリティインデックスが20下回ってると、場合によったら
上下に大きく振れるリスクも鑑みつつですね、先ほど解説いただいた通り、昨日で22、今日で24ぐらいですか、少しまた上がってまして、年後半よく見ていただくと20、30のところを往来してますので、はい、依然としてちょっとマーケット安定しているようには見えるんですが、またマーケットちょっと触れる不安定の可能性もちょっとゼロじゃないなということは認識をしておきたいと思います。不安を抱えているような様子が、伺えますよね。20を下回ってないということにちょっと年後半ですね、これは注目しておくポイントかと思われます。なるほど、はいはい、で4ページですね、はい、これは昨日の27日時点でございますので何分にもご了承いただきたいんですけども、アットザマネーと言われる、直近の、お値段に対して上下8本のですね、コールとプットの残高をお示ししてます。横の棒グラフで多い少ないがご理解いただけるかと思うんですけど、下段のですねコールとプットの、合計をご覧いただくと、まあ、3万7000枚のコールに対して、約4万近いプットが昨日の時点ではプット優勢となっておりまして、はい、まあ、特に昨日は取引時間中に、ドル円がですね、154、5円から、まあ、夜間では150円、一度150円台まで円高に触れましたので、どうやらこの円高の動きをちょっとリスクとして見ている投資家さんが多かったのか。で 5ページが、ポイントで、12月13日に、SQ 控えてます。まあ、11月の SQ 値が3万9900円台なんですけど、10月以降この SQ 値を下回ってますので、まあ、75日線これと SQ 値をちょっと認識しておきたいと思います。で、まとめでございまして6ページが、はい、やや買い長の状態で、ボラティリティインデックスはちょっと20下回らずですので、まあ、オプション見る限りでは SQ 値を下回った状態です。ですので、まあ、75日線サポートしている間はいいんですが、これ下回るとメジャー SQ 前にもちょっと一段高、これ警戒しておきたいと思います。なるほど、わかりました。いや、中村さん今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。